疲れっす。はい、疲れっす。金髪が上がりたかったっすね。え、金髪がとにかく、金髪上がりたかったね。金髪上がりたくて、そうです、オーラスのスッチー。オーラスはまあ追いついただけ儲けもんみたいな感じだったけどね、道中がずっとなんか微妙な手ばっかり。微妙だとね、親番で仕掛ける手順にしていくと、仕掛ける手順にしていくと、もしかしたら4-0が引けるんだよな、カウンピンになって。ヤンピン道中泣けるかどうかもなんか難しい感じで。でもなんか9ピン9ピンだったら、多分総数2446パーになって、2枚目のチーソーとか全然泣きそうだね。泣いちゃいそうだね。だから、まあ多分、4千ぐらいってならないと思うんですけど、多分展開は全然違う。どうなってたか分かんない。うん、ピンズ悪くなっちゃうんだろうな、終盤。選択が早かったからね。普段だったらピンの選択も結構あるけど。うん、最後はめちゃくちゃきつかったけど、とりあえず同点3着。ラスの確率は高かった。間違いなくラスの可能性が高かった。パターン。かやおりさんも2名転売だったんで、もう、そうだね、あまりにもラスパターンだらけだったんで。無理だね。今は打ったんけど、いつか打つからな。進んだら打ちますよね。